まあもう稼げない時代ですけどね、今は。昔はすごい稼げた時代ある。まあ、今も稼げなくはないけど、昔に比べるとだいぶ減ったよ。なんかそんなもうあんまり割り合わないですよね。あんまりやってても。なんか労力とか将来のこととか考えると、まあ、職歴も残んないし、普通に仕事やった方がいいんじゃないっていう。まあ、仕事できない人、なんかなんていうの？仕事できない人がパチスロやってるって感じじゃない。中にはパチスロだけで生計立ててるやつもいると思うけど、そういうやつって、仕事やりたくない。将来のことなんかどうでもいい。考えてない。ただ働きたくない。パチスロで稼ごうみたいなやつしか今、スロットで立ち回ってないと思う。あとはもう、仕事をやりながら空き時間でなんか、小遣い稼ぎぐらいやってる人だよね。今の専業ってそんなもんでしょ。こんにちは、匿名しますけ。やったー、せぎょ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 、ありがとうございます。あ、なるほど。ありがとうございます。けってなるほどね。名前見ましたけど。はい。あれですね。そういうこと。名前の頭文字、イニシャルですね。ありがとうございます。はい。これ初めて投げてくれた方もしかして違うかな？初めて投げてくれた方かな？違うかな？初めて投げてくれた方もしかして。初めて投げてくれたのにこんな高いの。やったー！セキュー！やったぜー！ありがとうございます。イルカさん。ドラゴンボールの台はいつ出ますか？出るとしたら、匿名の方です。チンアナゴ12個です。いつものとおり、いつもの香りです。ありがとうございます。名前言っちゃってますけど大丈夫ですか？ あれです。ドラゴンボールの台が将来出る可能性はあります。鳥山明が、パチンコパチスロには絶対やらないっていう風な意見なんで、で、その意見が変わることって多分ほぼないと思うんですよ。かたくなに断ってるんで。なんかね、まあ結構有名な話だと思うけど、パチンカスの中では。なんだっけ、自分の作品ってのは自分の子供のような存在なんですよ、みたいな。その自分の子供を、そんな大人のギャンブルの、賭け事の、なんかものにするなんて、そんなことをする親がどこにいます、みたいなことを確か言ってんだよね、鳥山明だって。それってさ、タイアップした、なんかまあ、北斗の拳とかいろんな、筋肉マンとかいろんなね、漫画家いると思うんだけど、その人たちのことを遠回しにディスってないとちょっと思ったけど、そんなような意思を見せてるから、まあ鳥山明が多分生きてる間は多分、ほぼ多分この考えて変わることほぼないと思うので、まあ多分ないと思う。でも、まあちょっとね、まあこんなこと言うのもあれだけど、著作権って、その著作権者が亡くなってから50年間過ぎると、著作権って無効になるんですよ。で、今ちょっと法律変わってなんか、確かね、50年じゃなくなったかもしんないけど、いや、要するに、鳥山明が亡くなってから50年経過すると、著作権がなくなるので、ドラゴンボールの。その時に、パチンコ業界とかがまだあったら、パチンコとかもしかしたらできるかもしれないですよね。なんか確か法律変えるとか言ってた気がするんだよね。ご、あの、その、著作権者が亡くなってから50年を確か伸ばすとか言ってたような気がする。まあその時にもしかしたら、パチンコパチスロがまだ存在していたら、
ドラゴンボールの代が出るかもしれないです。まあでも、鳥山明が仮に今すぐ亡くなっても、まあこんなこと言うのもあれだけど、まあ今、じゃ仮に今日亡くなったとするやん。今日亡くなったとしたら今日から50年だから、今僕36じゃん。そしたら、俺が86歳になる頃に、まあ法律が変わってなければね。うん。あとパチンコパチスがその時あったら。もしかしたら、俺が生きてる間にドラゴンボールのパチンコ、パチスロ打つ時が来るかなかなわかんない。うん。あと、その頃にドラゴンボールが世の中でどういう扱いになってるのかもわかんないけどね。うん。うん。まあ、ドラゴンボールのパチンコパチスロってのは打ってみたいなとは思うけど、でも僕は、それ以上に、その鳥山明の、ね、なんだかんだパチンコとパチスロにするやお金入ってくるのに、まあ、鳥山明ぐらいもうお金稼いでたら、まあもちろん金いらないのはもちろんわかるけど、でもなんかね、他の、まあ北斗の拳の作者とかもそうだけど、ああやって、ね、あのパチンコパチスロ作ってお金得て、あと中にはパチンコのタイアップによってそっから人気が出たみたいな、漫画とかそういうのもあるとは思うんだけど、そういうのになんかそういうなんか自分のね、あの、ちゃんとした意思があって、そういう産業に、あの、売らないっていう感じ、その姿勢の方が僕は好きなので、うん、いや、鳥山明やっぱすごいなと思います。まあ、実際パチンコとかパチスロドラゴンボールだったら面白いだろうな、打ちたいなっていうのはなくはないんですけど、いや、むしろあるんですけど、でもそれよりも鳥山明がそういう産業に自分の作品を売らない意思の方がな、なんか好きなん、そういう考え方が好きなので、僕は、うん、そう思います。あ、次役いきますか。次役いきます。